皆さんこんにちは、猫背の足とご視聴いただきありがとうございます。手遅れ推しの小峰武明です。今日行うのはですね、四つ這いで実施するキャット&カウというワークになります。これは骨盤から背骨のラインにかけてしっかりと稼働させていくワーク、そしてその中で実は肩の動きっていうのもすごく重要になっていきますので、なんとなく実施するのではなくて、正しく背骨を動かして、かつ上半身と背骨の連動性を高めていく、そういったワークにもなっていますので、ぜひしっかりと体の動かし方というのを身につけていただいて、より体が楽に動かせるように、運動パフォーマンスが向上していくようにですね、一緒にやっていきましょう。ではまず四つ這いポジションを取っていきましょう。膝は股関節の直下、手は肩の直下に置いていただいて、人差し指が平行になるポジションでセットをしてみてください。この手の向きに関してはいろいろとね言われているので、また別の動画でちょっと検証してみようと思いますので、一旦今日は人差し指が平行ポジションで行ってみましょう。はい、ではですね、肘を伸ばしたまま胸を床面に近づけるようにして、ダランと、そして床面を押し上げるようにして、肩甲骨を外にぐーっと持っていくような感じですね。で、一回下ろして、上げて、下ろして、上げてを何度か繰り返していただいて、その中間ポジションで一度セットアップしましょうか。はい。それではですね、おへそを覗き込んでいくように、床面をしっかりと手で押しながら胸の位置を高く上げます。お尻の穴を床面に向けるように骨盤は後傾させて、できるだけ背中をぐーっと丸めていきましょう。この時に少し腹筋が入っているといいですね。では今度はお尻の穴を天井に向けるように骨盤を前傾させて、少し胸を伸ばして天井を見上げていきましょう。 OK、 ここに少し手の意識を向けていきます。おへそを覗き込んで、先ほど同様に床面を押し付けながらですね、背中を丸めていただいて、この時手の意識はですね、床面についているので動かないんですけれども、この肘の肘のこの曲がっている部位を内側にグッと持っていくようなイメージですね。ここから内巻きのドライブを入れていくイメージです。そうすることによって胸がさらに高く上がっていきやすくなります。今度逆ですね、伸ばしていくときは肘の内側を前に向けるような感じで、外側にぐーっと開いていこうとすると、胸が開いて顔もしっかりと上げやすい状況になります。もう一度息を吐きながら背中を丸めて、手は内側にひねるように、肘の内側同士が向き合うように内側にねじっていきましょう。おへそを天井に向けるように背筋を伸ばしていき、肘の内側を前面に向けるように、もう一度おへそを覗き込んで、では骨盤前傾、お尻の穴天井に向けるように、肘の前面を前に向けるように外側に腕もねじっていきましょう。はい、OK、一度楽にしてください。少し手をブラブラとしましょう。今実施している中で手首にちょっと負担がかかっているよという方は、指先がですねあんまりうまく使えてない方いらっしゃると思いますので、手首指先のねストレッチっていう動画を上げてますので、ぜひねそれチェックしてみてもらってから、もう一度この四つ這いのワークをやっていただくと、指先までしっかりと使えて、より効率のいいですねエクササイズができるかと思います。そしたらですね、もう一つだけ皆さんチャレンジです。今膝はですね股関節の直下でセットしていただいたんですけれども、できる方はですねちょっとおへその直下で、へその直下に設定してもらって、同じように実施をしてみてください。この方はですねしっかりと床面を押すことができて、胸がハイアーチですね、高いアーチの状態まで持っていくことができますので、同時に腹筋のエクササイズもしていきたいなという方は、少し間隔を狭めにして、できるだけ高いところまでですね胸をしっかりと引き上げていただくと、より効果的なエクササイズができると思います。
かがでしたでしょうか。意外とね、背骨だけをちょっと動かせばいいなというふうに思って実施されている方も意外と多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。私自身も昔は背骨のワークだなというふうに思っていたんですけれども、しっかりと背骨と上半身、この手の内巻き外巻きなんかも意識していくと、より全体を効率よく動かしていくためのワークにつながっていて、ちゃんとやると結構きついんだなというのを最近はよく実感しております。手がですね、内側に向くときにですね、背中が丸まって外巻きのドライブですね、外側にねじっていくときのドライブで胸を張って首が上に向くような状態ですね。このように手と背骨の動きっていうのを連動して実施していただくことで、より効率よく動かせたりですね、運動パフォーマンスを上げたり怪我のしにくい体にもつながっていきますので、ぜひですね、ただただ背骨を動かすのではなくて、ちょっとだけ手の向きの意識っていうのを変えてみていただけると、すごくね、効果的なワークアウトにつながっていくかなと思いますので、ぜひ実施をしてみてください。今日の動画が参考になったようという方は、ぜひ高評価ボタンを、そしてご自宅でですね、簡単にできるようなワークアウトですねを、みんなでオンラインのトレーニングルームに集ってですね、ワイワイ楽しく運動しよう、そして健康になっていこう、そんなのを企画しておりますので、ぜひ下の概要欄からチェックをしてみてもらえればと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。今日もご視聴いただきありがとうございました。またねー。